はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授の不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って建築計画の話をしています。今回は16回目で図書館ですね。図書館についてお話したいと思います。それでは行きます。ちょっと大きくします。 R209 ですね。 R209 ブックモビルとは、自動車に車を積んで居住域を巡回して図書館のサービスを行う移動図書館のことである。丸ですね。この問題丸と、もうこの用語を覚えるということですね。移動図書館をブックモビルというと。日本では減少傾向にありますが、図書館のない過疎地や遠隔地の学校や施設に本を届ける場合などに使われていますと。僕の小学時代でも、小学校の脇にブックモビルが来て、僕も借りたことありますね。こんなようなやつが来て。ブックモビルとは、本のモバイルで、移動しやすいとか自動車って意味ですよ。モバイルですね。で、じゃあ次行きます。R210。地域図書館。地域図書館における貸し出し用の図書は、できるだけ多くの図書を開花式として提供した、これ丸です。開花式っていうのは誰でも、取ってみれるやつですね。まあ普通のこういうやつです。地域図書館では閲覧者が自由に本に接することができるような、書架が開放されている開花式が一般的ですと。そんなに貴重な書物もないので、まあ普通の小説とか、まあ普通のまあ専門書みたいなのが並んでますので、開花式が多いということですね。閉花式にすると、それを管理するための人も必要になりますよね。で、貸し出しカウンターがあると。まあ水筒カウンターと言います。出したり収めたりするから水筒と。水筒ですね、水筒。まあお金も水筒帳とか言いますけども、出したり収めたり、出たり収めたり。それを水筒カウンター、貸し出しカウンターの方が分かりやすいんですけども、水筒カウンターとも言うと、書架や閲覧スペースが見渡せる方が良いと。まあ、盗む人、まあ、最近あんまり本盗んでもしょうがないんで、あんまりないとは思うんですけども、まあ、防犯対策として見渡せる方がいいということです。で、開花式では本の紛失や傷みが多いということです。まあ、みんなちゃんときれいに使ってくれないと。で、閲覧スペースもあると。本や書類を読んだり調べたりするところを閲覧スペースということですね。いいでしょうか。R211 で、大規模な図書館における貴重書の水筒方式を閉花式とした、これは丸ですね。これは丸と。で、閉花式とは、閉じた書館による水筒方式で、図書館員によって書庫から出し入れされますと。で、書庫の中に閲覧者は入ることができませんと。大規模な図書館で貴重書などの水筒方式に使われますということで、まあ、国会図書館とかですね、そんなところですね。で、閉花式で図書館員が出し入れすると、ここからこう一般の利用客が来て、ここで、あの本を借りたいんですとか言って、あるいはここで調べたいんですといえば、この人が出してくれると。ですから、こういう人間が必要になってきますよね。はい、次 R212 です。 R212 安全開花式とは、閲覧者が書庫へ出入りする際に図書館員のチェックを受ける方式である。これは丸ですね。これは丸と。で、半開花式とは、閲覧者がガラス越しまたは金網越しに書庫にある本を選んで、図書館員に申し出て受け取る方式である。だから、まあ、閉花式なんだけども、半開花式というのは、自分で本が見えるということですね。なので、こういう名前がついてると思います。で、まあ、開花式はこう、オープンと。で、閉花式は完全クローズで、それで、この人が出し入れすると。で、利用者は、その本自体は、見てから、これ見せてくださいっていうことはできない。で、これが、ガラス越しにこうなっていて、半開花式です。半開花式。で、この本をっていうのを指し示したり、ガラスの下がこう、ちょっとだけ開いてて、指とかこう、ペンでこうして、この本をお願いしますっていうと、この人がそれを取ってくれるという仕組みですね。半開花式です。半開花式。で、安全開花式は、ここに見張りがいてですね、見張りの人がいて、こう入っていって、出てきてこの本を調べたいですって言って、ここで調べると。そんなような感じです。もう一回言いますよ。開花式と、閉花式と、半開花式と、安全開花式ですね。こう4種類があるということです。はい、次。R213、開花式書館において、300から500冊平米あたりの図書が入るものとして計画すると。開花式が300から500。これは×ですね。これ×と。これ多すぎです。こんなに入らないと。開花式でこんなに入りませんと。で、1平米あたりの蔵書数は、
開花式で170冊約で、閉花式で約230冊ですと。これ厚みによっても違うし大きさによっても違うんで、まあ、ざっくりの、統計的な平均値だと思います。170冊、230冊、170冊、230冊、これを覚えると。で、見通しを良くするために高さを120センチにすることもありますが、その場合増殖数は3分の2から2分の1程度に減ります。まあ、当然ですよね、これぐらいになっちゃうんで、これがこれぐらいになっちゃうんで、3分の2、まあ、3分の2から2分の1になってしまうと。ただし見通しが良くて広々とした感じにはなるということですね。約200冊ですね。200を中心にして170が、開花式で230が閉花式ですね。200プラスマイナス30と。こうやって覚えるといいかもしれないです。で、田舎の兄さん本をいっぱい持ってると。170冊から230冊パー平米と。で、230は閉花式で170は開花式ですね。はい、次。R214 です。移動式書架。こう、本棚がぐーって動くと。自動であったり、こう、手でぐるぐる回したりして動くやつですね。ですから、人の入るスペースを、節約してるわけですね。ここら辺も全部ぎっしり本が入ってるわけですから、普通の書架よりもこっちの方が入る、当然入りますと。において、400冊程度、約倍ですね。約倍が、の図書が入るものとして計画すると。これ丸です。これ丸になります。400冊程度。移動式書架は400冊程度、パー平米程度。これ丸です。移動式書架は、書架を密接させて利用するときに横にスライドさせて通路スペースを節約する方式と。で、普通の書架の約200冊パー平米に対して、倍の約400冊パー平米、収蔵可能。ですから、倍と覚えておけばいいんです。約倍。こう動かせるやつだと約倍と。通路スペースを最小限にするのよと。約200、400冊と。可動式書架、あるいは移動式書架の場合、400冊と。で、積層式書架も約400冊、倍になると。倍。これが開花式で、2段に組む場合、この、約倍になるということですね。こういうのも昔19世紀からあるんですよね。ラブルーストっていう建築家が、ここの床をですね、まあ、書庫の床ですよ。だから書庫だから、一般の開花式ではないんですけど、ここの床をグレーチングで作ってるんですよね。あれ何年ぐらいだったかな ?19 世紀の末ですよね。もうその時にそんな床が出現してますね。鉄の格子蓋ですね。それをここに床に使ってると。船の床でそういうところがあって、それを応用したという話なんですけども、船から来てますよね、そういう床。これもパンチングメタル風に書いてあります。で、グレーチング引いたり。ただグレーチングとかだと、ヒール履いてる、女性のヒール履いてる靴だと入りにくいんで、ヒールはちょっと この上乗りにくいですよね。合成の床ですね。これ倍になりますね。これも倍で覚えておきましょう。200平米前後だったのが400平米前後になると。これも可動式、移動式か積層式で倍になると。で、こうやって覚えると。田舎の兄さんが170、230で、真ん中200で、それの倍だから400と。200冊平米。1平米あたり200冊が1平米あたり400冊になると。移動式と積層式だと2倍になると。覚えましたでしょうか。はい、次。R215。地域図書館の計画において、延べ面積あたりの蔵書数を40から50冊としたと。これ、延べ面積あたりですからね。延べ面積あたり。これ、丸ですね。丸。延べ面積なので、書架の面積、書庫の面積ではないんですね。この面積ではなくて、全体に対してどれぐらいかということですね。全体に対してどれぐらいか。だからいろんなスペースがあるので、全体に対して、50冊と。約50冊と覚えると。約50。40から50で約50冊と覚えると。いうことです。書架を置くスペースの床面積あたりの数値が230。あ、すいません。230。170とか230なので、延べ床面積に対しては50冊。約50冊になるということですね。なので、150冊、170冊、230冊、あと移動式、積層式が400冊ということですね。もう一回言いますよ。50冊が延べ床に対してですね。延べ床に対して50冊。で、まあ、約200冊が、書架の面積に対してですね。書架の面積に対して、
書家置くスペースの面積に対して、200冊だから170、これ開花式、閉花式が230とで、移動式と、積層式が400冊、これも今この瞬間に覚えちゃってます。移動式と何だっけ、積層式で約400冊ということで、これ目安ですけどね、まあ全部平米ですよ、平米あたりで。延べ面積に対して50冊、書家に対して200冊、移動積層書家で、400冊と、平米あたりですね。覚えましたでしょうか。はい、じゃあ次、ちょっとまとめ、今まで述べたやつのまとめで、延べ面積あたり50冊ですね、今言った、高齢化した田舎の兄さん、これ語呂合わせがあった、すいません、語呂合わせの説明。高齢化した田舎の兄さん本をいっぱい持っていると、高齢化した田舎の兄さん本をいっぱい持っていると、さらに2階建てとか移動式にするとこれの倍になるということですね。高齢化した田舎の兄さん本をいっぱい持っていると、で、開花式が170冊パー平米と、で、閉花式が230冊パー平米と、で、移動式が400冊パー平米で、積層式が400冊パー平米。これちょっと覚えるの大変なので、もう一回こう全体見渡して、50冊、延べ面積あたり50冊、開花式書家は170冊、で、閉花式書家は230冊、で、移動式書家は400冊、倍ですね。で、積層式書家はやっぱり倍の400冊と。いいでしょうか、覚えましたでしょうか。じゃあ次行きます。で、まあ、覚えきれない人は繰り返しこの動画でも見て、覚えちゃってください。まあ、暇な時とか電車乗ってる時ですね。R217。閲覧室の床仕上げは歩行音の発生が少なくなるようにタイルカーペットとした、これ丸ですね。まあこういう場合も、タイルカーペットでもいいし、まあコストがない場合は長尺塩ビシート引いちゃいますね。あとフロアタイルって言って50センチ角のちょっと厚めの、タイルって言っても陶器のタイル、磁器のタイルじゃなくてプラスチックのタイルですね。そういうの僕は大学勤めてる大学で、そこリフォームやってくれって言ってそれを敷きましたね。なので必ずしもタイルカーペットでなくてもいいとは思うんですけども、それはアクティブゾーンで、それをやりました。まあアクティブだからまあいいっていうこともあったとは思うんですけども、タイルカーペットはあまり落としなくていいんだけど、これ汚れがつくのと、それからあれですね、掃除が結構大変なんですよね。タイルカーペットみたいにざーっとやれないんですよねで、まあこれは丸ですね、これ過去問で出てるんで丸で、足音が大きくならないようにタイルカーペットすることは有効です。50センチ角に切られたタイルカーペットは1枚だけ剥がすことが可能で、床下配線のための OA フロアとするオフィスでもよく使われますと。 OA フロア前に出てきましたよね、 OA フロアで、汚れた部分のみの交換や床下の配線メンテナンスも楽ですと。長尺ビニールシートなどに比べ、まあ、ビニールシートは塩ビシートとも言いますよね、汚れやすく掃除がしにくいという欠点もありますと。足音が立たないようにするのよと。でこれ、この面積基準、色見本を閲覧する、閲覧室の面積基準、面積と寸法のところで、最初の頃やりましたけど、一人当たり 1.6 から3平米と、色見本を閲覧する、一人当たり 1.6 から3平米ですね、閲覧室の面積です。これも、ここでもう一回覚え直しておきましょう。1.6 から3ですね、1.6 から3。で、これ、あれですね、タイルカーペットで、ここだけ剥がすことができるって。これコンクリート RC 打って、コンクリート打って打ちっぱなしの、だとちょっとデコボコするんですよね。なので上にモルタルで流動火災入れたモルタルを流すと、すごい水みたいにピリンって張って平らにすることができますね。まあ、鳴らしモルタルって言ったり、あと、まあそういう製品名がついて、それっぽいそういう製品名がついてたりしますね。それよく使われてますよ。マンションの工事でもよく使ってますけども、まあそれか、あるいは一発仕上げって言って、コンクリートを打つじゃないですか。で、それ、その打ったコンクリートを、叩いた後に、こう、固定、最終的に固定でこう、きれいに仕上げることもやりますね。一発仕上げって言いますけど。まあ、一発仕上げよりも、モルタル流した方が、めんどくさくはないですよね。で、非常にきれいな水平が取れますね。で、はい、次。R218。で、地域図書館において自動閲覧コーナーは一般用閲覧コーナーから離して配置したが、貸し出しカウンターは共用とした、これ丸ですね。で、なんでかというとうるさいからですね。子供はうるさいんで、まあ子供うるさいじゃないですか。子供はあんまり静かなの気持ち悪いじゃないですか。で、ここ貸し出しカウンターで、ここエントランスとすると、
こっちこっちに最初に分けてしまうと、こっちとこっち。そうするとワイワイ騒いだり、この読み聞かせとかやったりもするんで、音を結構出すということで、最初に分けちゃった方がいいと、あるいはちょっとガラスで区切るとかですね、した方がいいということですね。これはこれも過去問に出てますね。貸し出しカウンターは共用でいいということです。で、ワイワイうるさいから、入ったところで分けるのよと言ってます。はい、次、キャレルって何ですかっていう問題ですね。キャレルとは閲覧室などによく前方と側面に仕切りのついた一人用の机である。これ丸です。これはもう用語ですね。丸、こんなようなやつですね。こんなようなやつがキャレルって言います。で、これ特注で作る場合もあるし、あと既製品で家具屋さんが既製品を出してることもありますね。まあ椅子なんかも既製品置いちゃいますよね、選んで。で、こんなような窓際に並べるときこんなようにしたり、広いスペースに並べるときこんなようにしたり、まあこれ対抗してこうなかろうかにしてやった方がいっぱい入るんで、その場合もありますよね。まあキャレルです。キャレル、 CARRELL です。キャレル。はい、次、あ、これは参考知識ですけど、まあ参考知識だけど、まあ出る可能性はあるんですね。物件名としてカーンですね。ルイス・カーンのエクセター図書館ですね。フィリップ・エクセター・アカデミー図書館、エクセター図書館ですね。で、これはですね、大学の、エクセター大学の、校内にあって、まあ、館らしい大きいドバーンと丸い穴とかは内側に開いてるんですよね。外側はですね、レンガで、グリッド状になって、まあ、かなり一般的な感じはしますけども、で、その中に無垢の木の、ファサードにこう無垢の木もちょっと使われてて、その木の部分がですね、キャレル、内側だとキャレルになってるんです。これが赤レンガで、これがキャレルの木製のパネルで、内側にそのキャレル、作り付けのキャレルがあるんですね。で、外側に周辺に真ん中にドカンと大きい吹き抜けがあって、そこ入ってからこう上がる感じなんですけども、その外側の外周にもですね、吹き抜けがこうあるんですよね。で、よく見るとこうただの四角ではなくて、こういうところ区切れてるんです。で、この面が、レンガの面が分離されてますね。なので、ただの箱ではないんですよね。で、これ非常にディテールが美しくてですね、ボストンの北に行ったところにあって、ちょっと、見ないと分かんないんですけども、非常に綺麗でしたね。石とかコンクリートとか金属のディテール、あと木ですね、のディテールが非常に綺麗な図書館でしたね。で、下に、まあ、この辺に今言ったようなことを書いてあるんで、まあ後でゆっくりこれ眺めておいてください。これです。で、真ん中に中央に吹き抜けがあって、これが RC の打ち放しです。で、上にバッテンの、壁張りがこうバッテンにこう組まれていて、で、そこにトップサイドライトが当たってこう降りていくんですよね。で、この、丸い円形の穴にこう光るわけですね。この壁が、円形の穴の壁が光ると。で、その奥にこれ、木でできたショッカーが見えるという感じで、こう層を透かしてこう奥に何か見えると、ちょっと奥行き感がありますよね。で、さっき のキャレルのところ、外側木のパネルが見えてるんですけども、内側はこういうキャレルが作り付けであって、ここ扉がついてて、こう閉めたり開けたりできますね。で、上はガラス のフィックスです。はめ殺しです。で、これレンガの壁ですね。ここがですね、ここからここまでが吹き抜けてるんです。外周が吹き抜けてます。真ん中もこういう吹き抜けがあって、外周も吹き抜けてて、ここが2層ずつなってますね。2層ずつでその吹き抜けがあるという感じです。ですから、これ吹き抜けで、これ2層入ってるんです。これはこの立面がこれ1層に見えるけど、これ2層ずつになってますよね。で、なかなか、まあ、すごい景色的な作りをしてるんですけども、見ると非常にいいん でアメリカの建築ってディテールが荒いんですよね。で、ディテール荒い中でこうきちっと作ってくれてると非常に目立つと。まあ、カーンとかライトがやっぱりいいですよね、見て回るとですね。で、ちょっと長くなっちゃったんで、で、この辺のバングラディッシュの話は、まあ、読んどいてくださいと。で、はい、次、ある、221、ブラウジングコーナーって名前、ブラウジングコーナー。ブラウジングコーナーとは、新聞や雑誌などを軽い読書をするためのスペースです。ブラウジングコーナー。これ、図書館建築でよく出てくるんで、暗記しちゃってください。知らない人は暗記と。これよくあるじゃないですか。入ってすぐあたりの、まあ、入り口ロビーの近くにあって、で、ここで雑誌とか新聞、中で本読んでて疲れてて、ここで雑誌とか読んだりしますよね。だからちょっといい目の椅子を置いておくということですね。で、ブラウズっていうのはどっから来てるかっていうと、牛などが草を食べるところから来てるんで、これが原義ですね。で、拾い読みするとか閲覧するっていう、
なんか牛がこう歩いてもくもくと食べたりする感じが拾い読みに似てるから、ブラウズは拾い読み。で、ブラウジングコーナーはこういうコーナーのことです。ということで、語呂合わせはブラブラ。ブラブララウンジで雑誌を読む。ブラブララウンジで雑誌を読む。ブラウジングですね。はい、次。R222。雑誌、新聞や雑誌などを気軽に読む空間として、レファレンスコーナーを設けた。これ、バツですね。これ、ブラウジングコーナーですね。今やったばかりです。これ、でも過去問に出てるから。レファレンスっていうのは、下に書いてあるけど、本を探す、調べ物をする、で、図書館員がその手助けをするところですと。まあ、以前はですね、図書カードみたいにこうやって、こう、図書カードがあって引き出してこうやって探したりしたんですけど、今、パソコンですね。パソコンがあちこちに置いてあって、それで、まあ、やったことある人いると思うし、まあ、キーワード入れると、パッとすぐ出てきますんで、すごい便利ですね。で、初夏の何番の何人に、ありますって書いてあって、で、探しに行くと。で、僕なんかも、結構建築の本をよく探しに行くんだけども、何番の何人って言われて、こう行くんだけど、そこで、また探せないことあるんです。そうすると、レファレンスコーナーのお姉さんに、すいません、これ、見つかんないんですけどって言って探してもらったことが、かなり何度もありますね。結構ぎっしり詰まってて、まあ一応順番には並んでるんだろうけど、ほんとなかなか見つかんないですよね。なので、それ、よくお世話になってます。レファレンスカウンターのお姉さんにはよくお世話になってますね。で、ブラウジングコーナーはさっき言った、こう、入り口の近くで新聞読むとことか雑誌読むとこで、まあ最近ここ混んでますよね。で、充実してますよ。結構大きくなってますよね。まあご老人が増えたっていうのもあって、もうなんか朝行くと新聞の取り合いやってるらしいですけどもね。で、まあ、ここは、まあ、地域図書館で増えてるらしいですね。で、レファレンスカウンターは調べ物をするカウンターですね。で、まあ、知ってるとは思うんですけど、レフェリー安心ルールブックの参照。参照。レファレンスは参照って意味ですね。はい。で、リファーっていうのが動詞ですよね。リファートゥーで何々を参照する。で、館内の図書を無断で持ち出されることのないように、BDS、ブックディテクションシステムを採用したと。これ丸です。ディテクティブって、探偵って意味あるじゃないですか。ディテクティブコナンとか、バッチに書いてなかったっけ。で、BDS っていうのは、これですね。なんか、処理をしないで持ち出そうとすると、PP となるということですね。BDS です。BDS。BDS。覚えましたでしょうか。バッドなやつを探せっていう。バッドなやつ。BDS と。バッドなやつを探せということですね。で、最後、R224 です。資料検索のために、さっき僕が言ったパソコンですね。利用者開放端末、OPAC って言います。これも覚えた方がいいと思います。BDS と一緒で、OPAC。については、来館者の利便性を考慮して分散させずに館内の入り口付近に集中させた。これは×で、利便性を考えると、あちこちにあった方がいいんですよね。で、リファレンスコーナーだけに集中させちゃうと、みんなそこに行かなきゃなんないじゃないですか。それよりもあちこちにあって、まあ柱のところにこう置いてあったりすると、すぐささっと調べられるんで、便利と。ということで、OPAC は分散するということですね。OPAC、本を検索するための OPAC は、館内のあちこちに分散しておいて、すぐに検索できるようにします。では、レファレンスコーナーに集中させたっていうのは×になります。で、注意してください。この過去問に出そうですね。OPAC 分散と。オンラインパブリックアクセスカタログだそうですね。オンラインパブリックアクセスカタログ。オンラインで検索できる、公共的にアクセスできるカタログです。蔵書目録です。という。まあ、これは覚えなくてもいいと思うんで、OPAC 覚えておけばいいと。で、語呂合わせ、おっぱい苦しい分散性、くだらない語呂合わせを作ってます。まあ、覚えたい人はこれで覚えてください。ということで、今日は図書館の話をしました。で、図書館で、まあ、こういうゾーニングは重要なんですけども、ちょっと覚えにくいのがですね、この本の冊数ですね。本の冊数50冊、170冊。延べ面積あたり50冊で、開花式は170冊。高齢化した兄さん。高齢化した田舎の兄さんです。高齢化した田舎の兄さん。本をいっぱい持ってる。で、移動式と積層式は400冊ですね。閉花式は230冊、開花式は170冊、延べ面積あたり50冊ですね。あと、色見本を閲覧する。16から3平米パー人ですね。閲覧室は1.6から3平米パー人です。いいでしょうか？覚えましたでしょうか？これ覚えてくださいね。試験に出るかも。試験に出るかもって脅さないとみんな覚えてくれないですよね、学生さんね。はい。ちょっとでも役に立ったと思われる方、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは